どうも、オグリの学マス攻略チャンネルです。今回の動画はコンテストシーズン5、対戦すべき相手を見極めるコツということで、強烈なサムネに吸い寄せられて動画をクリックしたそこのあなた、運が非常にいいですね。この動画では優先的に選ぶべき対戦相手、そして回避すべき対戦相手の順に、視聴したあなたがコンテストで勝てるようになる情報を2つお届けいたします。ではやっていきましょう。1つ目、優先的に選ぶべき対戦相手。はい、今回のコンテスト、対戦すべき相手を見極めるポイントがいくつかございますので、そちらをどどっと紹介していきたいと思います。1つ目、第3ステージの使用キャラ。2つ目、第3ステージのデッキにやる気、好印象同時に上げるカードが入っているかどうか。3つ目、第3ステージのデッキに好印象と元気同時に上げるカードが複数枚入っているかどうか。この3つです。順番に解説していきます。今回のステージギミック、第1、第2ステージはそれなりに自由度が高く、ギミックに適切なデッキを編成することが鍵を握っているのだが、第3ステージだけギミックのせいでデッキに入れること自体が愚策なタイプがございます。元気砲型です。このステージのギミック、簡潔に言うと、6ターン目まで自動的に好印象が24個分足される代わりに、ステージ前半一切元気が貯められませんよという仕様になっております。元気砲型の戦法って、前半ひたすらやる気元気を貯めて、後半火力カードで一気にぶち抜くというスタイルなんですよね。今回のステージはその一番重要な前半部分で一切元気が貯められないので、元気砲型を使用することは全く推奨できませんという前提を踏まえて対戦相手を選びます。はい、元気砲型が入っていた時点で、そのプレイヤーは今回のギミックを見てないとみなしていいです。当然ですよね、今回のステージめちゃくちゃ好印象優遇ですもん。その場合、第1、第2ステージの編成を見て、どちらかで必ず勝てると確信できたら、迷わず対戦相手として選びましょう。2つ目、3つ目、同時に紹介していきます。第3ステージのデッキに好印象やる気両方上げるカードが入っているか、第3ステージのデッキに好印象元気を上げるカードが複数枚入っているか。これどういうことかと言いますと、このステージの前半部分で一切元気が貯められないイコール体力の大幅消費が避けられないということなんです。そのためステージ後半部分はほぼ体力一桁台の状態で始まる中で、火力カードを打っていかなければならないわけです。体力が尽きてしまったら、せっかく組み込んだ火力カードもただの紙切れですし、体力が尽きた時点でスコアも前半部分で積んだ好印象分しか伸びなくなります。そうならないための対策が、このまま先ほどの対戦すべき相手を見極めるポイントになります。好印象とともにやる気がある程度積まれていれば、後半部分で必要となる体力分の元気は積むことが可能となり、火力カードが打てるようになります。好印象元気を上げるカードが複数枚必要な理由は、後半で元気を上げるのと好印象済みを両立させるため、そして基本カードを切る確率を下げるためです。火力カードを切るまでにより多く好印象を積む努力をしましょう。それがコンテストの勝率を上げる大きな鍵になります。という前提を踏まえて、はい、好印象やる気同時積みができるカードが全くない、もしくは星屑を入れているのに1枚しか組まれていない場合は、迷わず対戦相手として選びましょう。また対戦相手がその条件も満たしているならば、これらのカードが複数枚入っているかどうか、そしてきらめき以外に火力カードが複数枚入っているかどうか、そしてきらめき以外に消費体力増加させるカードが入っているかどうか、このあたりを見て
第1第2ステージどちらかで勝てると判断できた場合は選びましょう。2つ目、回避すべき相手。はい、ということで今回のコンテスト、各ステージに人権キャラがございます。当然それだけで勝率が決まるわけではありませんが、確実に避けた方がいい組み合わせではございます。それをピックアップして紹介していきます。第3ステージに SSR リーディア、ブンブンバサキが組まれている。はい、今回の圧倒的人権キャラは SSR のリーディアでございます。まあ、なんでかっていうと、リーディアの P アイテムって凸なしでも一定の元気貯めたら好印象が 1.5 倍になるんですね。ということは前半全く元気がたまらない、そして後半になった瞬間元気がたまる、そして前半部で無駄に好印象はたまっている、ということはそれを 1.5 倍するだけで大きな差になりますよね。はい、そうなんです。 1.5 倍された上で火力カードを打たれたら、当然他のカードでは太刀打ちできなくなるわけです。このニーリアに唯一対抗できるとするならば、ブンブンバサキなんですよ。ブンブンバサキは P アイテムである程度好印象を上げ続けることができます。今回24区分の好印象は勝手に上がりますが、それとほぼ同等クラスの好印象が詰めるわけなんですよ。それぐらい詰めれば、先の固有スキルを持ってすればリーディアを上回る可能性はあります。そして今回この2キャラが揃っている相手に勝てるキャラはございません。好印象の最強格には IV 手前がいますが、今回のギミックにおいては分が悪いです。特にリーディア未所持でブンブンバサキ、 IV 手前で挑んでもおそらく厳しい戦いになるかと思われます。なのでこの2つのキャラが揃っている対戦相手は確実に避けましょう。避けるだけで第3ステージの勝率がぐんと上がります。そしてこの第3ステージの2キャラが揃っていない場合でも、一応注意すべき相手はございます。それがこちらですね。第1ステージに水着りなみが組まれている。第2ステージに限定琴音が組まれている。この2つですね。この2つに第3ステージのどちらかが組まれていたら勝率はかなり落ちます。なのでその条件を満たしてない相手がその3択の中にあれば、その対戦相手を選ぶようにしましょう。今回の動画は以上になります。まだの方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。では皆様の健闘を祈ります。